皆さんこんにちは将棋ニュース速報をご視聴いただきありがとうございます今回は第74回 NHK 杯テレビ将棋トーナメント出場女流棋士決定戦福間かな女流五冠対西山智香女流三冠で起きたまさかのうっかりを解説していきたいと思います本局は第74回 NHK 杯最初の対局ということで女流棋界最強のお二人がぶつかりましたが解説の山本五段もいやーそんな手がと驚く場面が何度もありました 特に西山女流三冠の攻め将棋はまさに圧巻で、あの藤井八冠にも勝った福間五冠と天才的な寄せを披露していきました。こちらを初心者の方にも今回分かりを解説していきたいと思います。解説者、将棋ウォーズ7段のシガーです。それでは参りましょう。さて、それではやっていきたいと思います。今回は先手番が福間かな女流五冠、そして後手番が西山女流三冠となりました。まず初手に先手番の福間五冠は五六歩。 そしてて後手の西山三は 3, 4歩とついていきます。お互いともに振り飛車党の棋士でありまして特に先手番の福間かな女流五冠は中飛車党また対する西山三冠はかなり振り飛車党の中でもまあ三間飛車などを用いるような、まあ、そんなイメージが強い棋士かなと思います。 本譜は5八飛車に対しまして5四歩そして6八銀と進んでいきます本局の NHK 杯の解説には山本博五段が来られていまして、まあ、この山本五段といえばこれまた三間飛車党の振り飛車党の棋士でありますので普段トッププロの将棋などを見ていますとよく IB 車の将棋になりますので、まあ、本日は一味違った将棋ということで少し楽しみだなというふうに感じていましたまた本局はここで西山三冠は5二飛車と振っていきます え、これはちょっと世にも珍しい形で、相振り飛車の中でも相中飛車という線形になっていきます。以下、5七銀に対しまして、6二玉、そして4八玉に対して、7二玉と進んでいきます。私はちょうどこの将棋、NHK を視聴しながら観戦していたんですけれども、ここあたりから山本五段の解説が始まっていきまして、この7六歩に対して、 これは相振り飛車の中でもいろいろなところに振ることがあるんですけれども向かい飛車などに振ることが多いですその中でも相中飛車は珍しいとそのようなコメント残されていました実戦は1四歩に対しまして3八玉そして3三,三角に対して1六歩と進んでいきます、まあ、なぜこの相中飛車は珍しいのかというようなところなんですけれどもこれはおそらく両者もに手の打開の仕方がかなり難しい戦型だからなのかなというふうに思っております 一例として4二銀から5三銀そして6四銀と上がって対する先手番も4六銀と上がるような形になっていきますとお互いの角が向かい合っていて銀も勢力的には真ん中の数で同等ですしまた飛車もちょうど真ん中にいますと同じ数同士でかなり手の付けどころが難しいという側面がありますので、まあ、そういった意味合いで硬直状態になることも多いかなというふうに思うんですけれどもこの局面を見ていた山本五段はわんぱくですねとそのようなコメントを述べていました。 以下4二銀に対しまして9六歩そして9四歩と進んでいきますまた本局の聞き手に関しましては鈴一貫な女流が来られていましてこの端歩の意味やというふうに質問されていました この端歩の意味に対しましては、山本五段も、いや、これはかなり深い質問ですね、というふうに答えられており。えまあ、本局はここで8六歩とついていくんですが、まあ、例えば一例として5、5三銀に対しまして4、4八金というふうに進んだときに、実戦はここから6二金、そして8五歩と進んでいきます。 先手番8筋に歩を突き進めていきましたので将来的には8八飛車と転換するのを目指しているんですけれどもそのようになった際にここで後手の西山三冠からすると7一の銀を場合によっては8二から9三銀と上がっていくような感じでこの8四の地点を受けていくことができますまたこの端歩を突いておかないと将来的にこの銀というのを逃げ道として9三に上がるような筋もなくなってしまいますので、まあ、かなり居心地が悪いと山本五段はそのように解説されていました 実戦は8二銀に対しまして2八銀そして2二飛車と進んでいきますさて先に向かい飛車の態度を示したのは西山上流三冠本譜はここあたりで山本五段はいやちょっと先手の差し手が難しいですねというふうに解説されており、まあ、例えば一例なんですけれども向かい飛車にしていくのであれば3三角なり 同に対しましままて88車という順がありますただこのようにやっていきますと先手は手順にこの格好感をして相手に桂馬をただで跳ねさせていることになりますのでいわゆる少しの手損ということになります、まあ、そこまで気にするレベルではないんですけれどもやはり自分から格好感というのは少し躊躇もしてしまいそうですですので本譜はここで福間上流五感は 4, 銀と上がっていきますこの手に対しまして山本五段は「なるほどこれは勉強になりました」 これ銀は4六に上がるか6六に上がるか2択というところだったんですけれども。 4六銀は玉形を固くしながら、まあ、例えばここで2四歩なら5五歩という手を見てますねとそのように解説されていました、まあ、西山三冠がこのように2四歩と突いた瞬間がかなり中途半端になりますのでここで仕掛けていけば先手からしますと、まあ、かなり勝率が高そうですしまた後手から見ても非常に気持ち悪いというふうなところでいやこういったところはやはり振り飛車に慣れているプロの方が解説されており見ている将棋ファンの方としても非常に勉強になるなというところであります そして本譜はこの4六銀に対しまして4四銀そして6六角と進んでいきますこのような陣形になっていきますとえついに角の向かい合っている状況に銀が挟まれる展開となりましたので角交換の心配がなくなりました2四歩に対しまして7七桂 そして2五歩に対して8八飛車と進んでいきます。また原局面まで進んでみると、陣形としましては、この銀の位置がちょっと違うというところで、まあ現状はほぼお互い共に戦後同型に近いような形となっています。強いて言えば先手は4六銀、後手は4四銀型でありますので、まあ、これがどのように響いてくるかというところなんですが、実戦はこれに対しまして5二金と西山三冠指していきます。 これは金無双と言われる囲いでありまして、まあ相飛車の将棋ではあまり見ることが少ないんですけれども、相振り飛車の将棋ですと、この八筋にも非常に強い形ですし、またこの真ん中にも非常に対応されているということで、よく用いられる形です。本譜は8四歩に対しまして、同歩同飛車。そして8三歩に対して、8九飛車と進んでいきます。さて、手数としては40手目。 現局面で福間五冠がこの飛車先の歩をひとまず交換することに成功しましたので後手の西山三冠としましても現状は一旦2六歩同歩同飛車と、まあ、このように飛車先交換に進んでいくかなというふうに見ていたんですけれども本譜はここで西山三冠は独自の工夫を見せていきました。それがという点になります これは振り飛車を差し慣れてる方だからこそ指、まあ、せる手なのかなというふうに思っておりましてどういうことなのかと言いますと、まあ、そもそもこの囲い,い金無双というのはこの64の地点が非常に弱いというふうにされています特にこの64歩とついた形は小瓶が空いているというふうにも表現されますので一例として K バンドと思っていたらいずれ5 6系や7 6系からこう6 4系と飛んでいくような形を目指したりであるとかまたこの玉の地点というのが開いていますのでこれも少し気になるところです 通常は刺さないってかと思うんですけれども、ただ本譜はあえてここで F をついていきましたので、当然西山三冠は、まあそういった弱点も理解されている上で、こういった進展を目指したというのは、いや面白いなというふうに感じます。そして本譜はこれに対しまして5、58金、74歩に対しまして3、36歩と進んでいきます。 お互いともにひとまずは金無装の形を作るというようなところだったんですけれども、ここで先手の福間五冠も三六歩とついていきましたので、いや、これは相振り飛車におきまして、現代の金無装というのは、ま,あ、まだ発展途上の囲いなんだなというふうに感じます。本譜はこれに対しまして、六三金と西山三冠は上がっていきまして、またそれに対しまして、福間五冠も三七銀と上がっていきます。このように進んでいきますと、両者ともに七三銀と上がって、片矢倉を作ったりであるとか、 あるいは先手の福間五冠も2八玉から3八金とよって金やぐらにしていくようなことも考えられますのでここあたりはまだまだ両者ともに研究範囲内だったかなというふうに思いますまた本譜はこの3七銀を見ていた山本五段なんですけれども私は変えてよく3七桂と指すことがありますというふうに答えていましたこれはのての狙いとしまして、まあ、例えば一例として7三銀と上がっていきますと8号車と浮いていくような狙いがあります 山本五段も西山三冠と同じように攻め寄付の方でありますので次に2五飛車という飛車交換の展開を目指しつつ手をさばいていこうとそのような展開もあったそうですただ福間五段の寄付としましては基本的には受けて相手の攻めを受けてそして反撃をしていくというような方であるかなというふうに思いますので本譜は手堅く3七銀と上がってそしてここに西山三冠はこの瞬間をチャンスと見て攻めかかっていきますそれが6 5歩という手 ポンプはここから激しい展開に進んでいくのでありました実戦はこの手に対しましてまあ、例えばですけれども一例として同桂と取っていきますとそこで西山三冠は64金と上がっていくのが狙いの一手 これで桂馬がちょっと受けづらい展開となっていますので、まあ、先手からすれば取る手はなかなかやりづらいですし、またヤーモントコタンはこの現局面で3 7銀に変えて、例えば先ほどご紹介したように3 7 k という手もあります。もしかにこの手を指していたとすれば、6 5歩はそこまで怖くない手だったというふうに述べられていました。 一例として、この現局面で同形と取っていきますと、これは変えって先ほどとは違う点として、4号形と跳ねていった局面が、これがダブルで飛んでいる形となっていますので、これは少し後手の方が危険というところです。実戦はこういったところもありましたので、本譜は3七銀に対して6五歩とついていったんですが、これに対しまして福間五冠は5七角と引いていきます。 さて、ついに現局面まで進んでいきますと、西山三冠としましては、攻め将棋の持ち味が発揮されそうな局面となっていますし、また変えて福間五冠としましても、受け将棋が少し光っていきそうな局面にもなっています。本譜は1号譜に対しまして同譜、同歩。 そししててと西山三冠はしていきますまた現局面で解説をされていた山本五段としましても先手の福間五冠とは三段リーグで3局ほど指したことがありましてまた対する西山三冠に対しましてはもう奨励会有段者レベルの時からずっとよく研究会をしていたとそのように述べていましたこの2人とは間柄が深いそんな棋士であるともいうところで本譜は同歩に対しまして同銀 そしてここで福間五冠は4号銀と上がっていきますこの仕掛ける少し前の局面までは戦後ともに評価値はほぼ五分というようなところだったんですけれども本譜は銀局面まで行くと形成としては先手が60%程度まで勝率が上がっていきますそして実戦はこの4号銀に対しまして西山三冠は5六 そして68角に対して66歩と進んでいきます私としましては、まあ、こういったところで自然に受ける展開を作っていくこの福間五冠の差し回しというのはいや本当に勉強になるなというようなところでまた対する西山三冠も評価値が若干悪くしながらもただそれでも攻めの形を作っていくのは非常にうまいと宮本五段はそのようにも解説されていました。実戦は同同に対しましまて同銀 そして 6-5-K と進んでいきます。さて後手の西山三冠としましてはこの端歩の突き捨てを入れてまたこの中央の部分に歩の垂れ歩もできている局面でありますのでどうかで5七歩なりなどの切り札もあって面白いというところまた対する福間五冠としましても3四銀という狙いであるとかまた手順にこの6五を跳ね出ていますのでどちらにも主張がある局面というふうに言えます本譜は6四歩に対しまして3四銀そして2四角に対して 四三銀なりと進んでいきます私は現局面でも評価値などを見ていながら、この衝撃ずっと観戦していたんですけれども、いや、ここあたりの展開というのは、熊5かも評価値が若干いいとはいえ、かなり受けづらいような展開になっていますので、非常に険しい顔つきで。 また対する西山三冠は攻め将棋でありますので、まあ、かなりポーカーフェイスというふうにも言われていたんですけれども、まあ、若干前向きなようなそんな風な表情にも見えました現局面では評価値としましてもほぼ五分となっていましていやここからどうするんだろうなというふうに思ったんですけれどもこのあと数手後に大技が繰り広げられていきますそれが実戦は5七歩成に対しまして同金そして同銀同角に同角成という順になります 一目はこの順というのは、ただの角銀と、そして角金交換をしただけというような交換に見えるんですけれども、解説の山本男は、ここあたりで評価値が戻った理由としまして、いや、なんでだろうとずっと考えられていました。その理由というのが、同金に対して3、4角という手になります。 NHK 杯は最善手としまして、この4三銀なりに変えて、4三銀ならずというような手を示していたんですけれども、ここに来て、ようやくこの4三銀なりの悪い点というのが見えていきましたので、これには山本五段も、なるほどというふうに呟いて、また鈴木寛奈上流も、いや、この3四角、よくよく見ていますと、4三の成り銀と、そして8九の飛車取りですね、と、そのようなコメントを述べていました。 おそらく、この両取りの角打ちがありましたので、そこで瞬間的には評価値が戻ったのかなというふうに思うんですけれども、いや、これに対しましては、この3、4角、かなり厳しいですよと、山本五段も述べており、私としましても、現局面は西山三冠のこの攻めというのが、こうそうした形になったのかなというふうに思いました。 本譜は5九飛車に対しまして4三角。え、そしてこの瞬間というのが、先手は一時的に金存となってしまいましたので、駒の損得はかなり大きい展開となってしまいました。え、次に6八銀などの手も残っていますので、7七角と攻めながらにして受けて、 そして、3三銀に対しまして、6六金と進んでいきます。解説の山本五段としましては、まあ、変えて、この7七角は放たずに、単に6六金と上がっていくような手も考えられるかなというふうにおっしゃっていたんですけれども、ただこういったところで、福間五冠としましては、一度7七角とこの6八の地点を受けていきながら、そして、手厚く刺していくというのが棋風でありまして、この手順を見て、いや、これはだんだん福間五冠の棋風というのが分かってきましたよ。 ここで6六金と上がって、ここで6五歩に対してはおそらく5五金と上がっていくでしょうと、そのように述べられていました。実戦も6五歩と取り込まれていったんですけれども、これに対して5五金と上がって、次に6五歩と取り込ませていきましたので、その不能裏に6四歩と打って攻めていく狙いです。そして実戦は西山三冠は一度7三銀と上がっていくんですけれども、ここで強く福間五冠は攻めに出ていきます。 それが5四銀という手先手はここまで来ていきますと駒の損とこをよくよく見てみると金と桂損というふうになっていますので攻めていくよりありませんただここで後手としましても3四角直として受けていきますとこれは4五金とよってそして1二角に対しまして6三銀同金に対しましてそこで一度4六銀直と上がっていくような感じで指していきますと次に5一ひなりというような狙いであるとかあるいは6四歩と叩いていく手 どうかで8六角というような手もありますし、攻めとしては様々、手に困らない状況となっていますので、これは勝負系になっているかなというふうに思います。ですので、後手の西山三冠としても、受けるだけに徹底していると、局面がかなり複雑化してしまうというところ。ただ、本譜はこれに対しましても、また山本五段がうなるような一手を西山三冠放っていきます。それが、2六 k という手。この手を見た山本五段は、 いやーここは少し考える局面かと思っていたんですが、やはり西山三冠、こういったところでノータイムで桂馬を打って攻めに転換していくというのは天才的だなと、昔からずっと思っていましたと、そのように述べていました。 どういうことかと言いますと、この瞬間というのは受けてしまいそうになるような局面なんですけれども、ただここで受けていては先ほどご紹介したように難しくなってしまいますので、もうこれ4三の角をも捨てながらにして、速度計算でスピード勝ちしてしまおうと、そのような一手になります。本譜はこれに対しまして、ひとまずもう同歩と取るよりないんですけれども、これに対しては西山三冠も堂々と同歩。 そして歩に対しててに対一度金と取っていきます同金と取られた際に先手の金がどんどん上に上がっていく形になりますのでこれもまた気持ち悪いかなというふうに思うんですけれどもただここまでいきますと徐々に西山三冠の狙いが分かってくるというところで本譜は2七銀そして4八玉に対して3八金と打っていきます。 このようになっていきますと、先手の飛車というのは現状この5四の金に紐がついているんですけれども、ただ玉をこの金打ちによりまして必ず五筋に寄らなければいけない形となっています。 5八玉と寄っていきますとこの瞬間に飛車の縦の木がなくなっていきますのでそこで5四金と取っていくとこれで2七の銀などの七駒は落ちているんですけれどもただ飛車の縦の木がなくなってまた次に4五角などと飛び出ながらにして6七金と狙うような手も残っていますのでいやここまでいきますとかなり形勢ははっきりしてきたかなというふうに思います まあ本譜はまだまだここから長いんですけれども、え6八玉に対しまして4五角。そして、ここで福間五冠は5六金と受けていきます。非常に寄風としては手厚い方でありますので、まだまだ諦めないというようなところで、1二角に対しまして4五桂と打っていくんですが、ただこの次の6六金と打っていく手が非常に厳しい手でありました。 この4号系はこの3三の銀を狙いながら銀を逃げていけば飛車を取るというような狙いだったんですけれどもただそこでこの金を打たれていきますと例えば一例として同金であれば手順に同歩と伸ばしながらにして6七金を狙いつつ4 5の桂が浮いていく形になりますしまた変えて同角と取っていきましても同歩とした際にこの3三の銀が 一応取りではあるんですけれどもこの飛車に対する睨みというのがなくなっていきますので、まあ、いわば受けながらにして攻めたようなそんな一手であります本譜はここで一度4六歩と伸ばして受けていくんですけれどもただ7七金に対して同玉そして3七金と取っていきましていやここあたりの西山三冠の指し手は非常に攻守優れていたのかなというふうに思います本譜は同桂などと取っていくような手順も考えられたんですがもうここで攻めていくよりないというところで6五金と上がって 5八歩に対して同飛車。そして4七角に対して5一なりとなっていきます。駒の損得としてはもう角と銀銀損というようなところなんですけれども、ただこの玉形を見ていただきますと、一応飛車をなった形が7一金からどんどん金を寄せていくような筋で王手はかかる形になっていますので、それに希望を見出して何とか指していくしかないというところです。本譜は6五角なりに対して7一金。 そして6三玉に対して一度6六歩と受けていきます西山三冠としては局面が若干悪いかなというふうに思えた局面だったんですけれどもただそこから手を作っていったのはさすがというところです本譜は6四馬に対しましてここで先手としては持ち駒不足に陥っていますので3七桂と7五馬を回収して5二飛車に対しまして同竜同金 そして、福間五冠は、ここで5八飛車と打って、まあ、次にあわよくば5二飛りからのトシス筋を狙うような、受けながらにして攻めるような指し手で、なんとか相手を揺さぶっていくんですけれども、本譜はここで4七飛車と下ろしたところで、ここで福間五冠が投了、そして116手を持ちまして、西山三冠の勝利となりました。 斜と打った手が一車銀両取りをかけることに成功しましたのでそこでかなり形成差が広がったのかなというふうに思いますまた福間五冠としましてもこの攻めの形を作るために終始ずっと工夫をされていたと思うんですけれども本プとしては西山三冠が玉形が自身の方が硬くまたさらに持ち駒も豊富で攻めの形も整っているような状況でありましたのでこれを非常に得意系にしてバランスよく終始手堅く差し回られてしまったのかなというふうに感じますこれで西山流三は本局語 たことによりまして nhk 敗戦の女流枠を通過というところでまあ、本当に nhk 杯はトップ棋士の方々が参加される棋戦なんですけれどもえ今後この棋戦でどのような方と対戦されるのかまた今後どのように勝ち上がっていくかというところも非常に楽しみでありますこのチャンネルでは藤井聡太八巻や羽生春九段の名曲をわかりやすく解説しておりますぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう